大きく振りかぶっては、樋口朝による日本の漫画、及び、それを原作とした、テレビアニメ作品、ゲーム作品。月刊アフタムーンにて2003年11月号より、連載中。テレビアニメは2007年4月より、TBS、毎日放送評価で放送された。2010年4月から6月まで、第2期が放送された。 野球漫画に革命をもたらしたと評される作品である。スポーツ漫画であるが、スポコに要素は全くない。主人公の当主が弱気で卑屈な性格という野球漫画として異例の性格造形となっている。従来のスポーツ漫画にはない繊細な心理描写や日常の細やかな描写が高く評価され、多くの賞を受賞した。2006年第10回。 手塚治文化賞、申請賞受賞。審査員からは、新入生ばかり10人の無名の野球部が甲子園を目指すという王道を受け継ぐ筋書きながら、斬新な表現方法により、全く新しいタイプの野球漫画、描き尽くされたと思われていた、野球漫画に新風を吹き込んだなどと評価された。精神会の斎藤玉樹は、本作の活気性は、 心理主義的描写などではなく、スポーツ漫画に初めて関係主義を全面的に導入したという点に集約されるのではないだろうかと評している。2007年第31回講談社漫画賞一般部門受賞。文化庁メディア芸術祭10周年記念企画、日本のメディア芸術百千漫画部門に選出。2010年6月30日に、 県営大宮球場で開催される埼玉西武ライオンズ VS 北海道日本ハムファイターズの冠無理ゲームのスポンサーにこの作品が選ばれた。2010年12月25日発売の月間アフタヌーン2月号にて作者が1年間ほどの救済をすることが発表された。理由は編集部によれば充電などのためとのことであり、 構想などは引き続き練るということであった。救済期間中は、1ページ完結のショートストーリー、小さく振りかぶってオフ定期連載していた。その後、2011年の11月発売の月刊アフタヌーン1月後より約1年ぶりに連載を再開した。救済理由は、作者の産休のためだったとのこと。ストーリーは、一級ごとの細かな読み合いによる、 心理戦が展開されているのが特徴。主要な試合では、途中のイニングを飛ばして描写されることもなく、ほぼ全ての打席の結果がわかる。また配球も詳しく描かれている。しかし、そういった描写が細かい分、一試合を単行本数冊以上のページ数を使って描いており、ストーリーのテンポは極めて遅い。単行本のおまけには、 ルール解説や高校野球に関するエピソードなども含まれている。舞台となっている埼玉県立西野浦高校は作者、樋口朝の母校である埼玉県立浦和西高等学校がモデルとなっている。それゆえ作中に登場する校舎や駅や球場の描写はほぼ現実のものに基づいている。軟式野球部から 公式野球部に変わったことや、グラウンドの風景なども実物に、かなり忠実に再現されている。作者自身も、頻繁に母校の野球部を訪れ、練習の風景などを長期取材している。略称の、大振りは、大振りと読み間違われることが多いが、正しくは、大振りである。2019年11月時点で、累計発行部数は1500万部を突破している。 埼玉県の公立高校、西の浦高校へと進学した、三橋連は、中学時代、祖父の経営する群馬県のサムスン学園野球部で、エース投手だったが、チームメイトからは、悲喜でエースをやらせてもらっていると疎まれ続け、極端に自虐的な暗い性格になってしまう。三協が、林県の西の浦高校へと進学したのは、その暗い思い出を拭うためだった。西の浦高校には、 発足したての野球部があり、部員は新入生ばかり10人。しかも監督は若い女性という部活だった。部員不足の野球部で、計らずも三橋はまたもエースを任せられてしまう。三強とバッテリーを組むリードの得意な保守、安部隆也は、三橋の独特の玉筋と尋常でない請求力に気づき、当初は三強を自分の言いなりに投げさせればいいと考える。 しかし野球部の初試合となった因縁のサムスン学園との練習試合をきっかけに、安倍やチームメイトは、本当のエースとしての三強の成長を望むようになっていく。初戦の二回戦で全員年度優勝の切り青と対戦し、チーム全員で幾度となく訪れるピンチを耐えしのぎ、高投手、高瀬からワンチャンスをものにして、 見事5対4で勝利した。その後も、3回戦、埼玉戦を8対0の7回コールド、4回戦、江南戦も6対3で勝利し、混戦の埼玉大会で、ベスト16に進出する。しかし、5回戦、ビススム大鞘山戦では、公主両面において徹底したスカウティングを受けて苦戦。中盤以降は三強や田島を中心に立て直すも、 安倍の負傷退場もあって、結局11対6で敗戦した。チーム最初の夏の大会終了後、甲子園優勝を、チームの目標とし、夏の合宿、関西遠征を経て少しずつ成長し、新人戦優勝。夏の大会で負傷した安倍も復帰し、選抜を目指す、秋季大会地区予選初戦、豪安サウスポー。 春名元まで率いる武蔵野第一と対戦。接戦の末、花井の本類だと相手守備の乱れからサヨナラ勝ちを収めた。二回戦、三回戦も突破して、県大会に出場し、仙田高校と対戦。中盤までリードを奪うが、最後は相手のもよだと強力な投手陣に屈し、七回コールド負けを喫した。基本の基本。 月刊アフタムーン2003年6月号に掲載された読み切り作品で単行本3巻に収録されている。舞台は主人公たちが西の浦高校に入学する前年度の武蔵野第一高校で主人公はかぐやまである。当主として伸び悩んでいたかぐやまの葛藤、春菜の怪我についてなど本編では詳しく述べられていないエピソードが描かれる。 雑誌掲載時の公名は、西の浦高校とされていたが、単行本収録時に、武蔵野第一高校に修正された。DVD 第9巻に特別編、基本の基本として収録され、その後2008年4月に、BSI で TV 放送され、同年5月に、アニマックスで、8月に、MBS でも放送された。 1> 第1期は2007年4月より9月まで TBS、MBS の共同制作で放送。原作の単行本発刊までのストーリーを描いている。MBS では土曜17時30分枠で、北陸放送では2008年7月から8月の午前中に日替わりで放送。16、旧サイズで制作されているが、本放送にて16、 旧サイズで放送したのは BSI のみで地上派各局及びアニマックスでは4、3サイズに左右カットされての放送だった。また、2009年10月から2010年3月まで TBS と MBS では地上派デジタル放送にて16、旧サイズによる再放送を実施した。公式ブログ、大ぶりへの道の第31回によると効果音は実際に 高校球児が練習を行っている時の音を使用しているという。浦和西高校の野球部を訪ねて、バットの芯に当たった音やチップの音、プロテクターにわざとボールを当てて録音した。実録の効果音が使われ始めたのは、サムスンとの練習試合の途中から。前述のように、DVD 最終巻には、テレビ未放送の特別編、基本の基本が収録され、 それに伴い25話に、テレビ放送時にはなかった次回予告が追加された。浦和西高校の2008年度版学校案内の、表紙に、正門風景を再現したアニメ版のカットが起用され、受験生のみならず部外者からも問い合わせが来るなど、同行の PR に一役買った。2010年4月から6月まで、第2期、大きく振りかぶって夏の大会編が、 TBS、MBS ともに放送された。MBS は、今回から、木曜深夜枠で放送されることになった。なお、第2期は、地上波でも16、9サイズでの放送となっている。第1期と、同じく DVD、BD 最終巻には、テレビ未放送の、第12.5話目標が収録された。各国のアニマックスで放送されている。 韓国では2008年4月より、韓国アニマックスで、香港では2008年7月より、香港アニマックスで、台湾では2008年7月より、台湾アニマックスで放送。第1期のライセンスは、北米では、フニマチオにエンターテイメントと契約され、フールなどの動画サイトや、英語のアフレコと英語の字幕付きの DVD が発売された。が、売り上げが、 かなり低かったため、北米アニメファンの本作品に対する需要は低いという判断から第2期のライセンス契約は見送られた。これにより、北米では第2期を主張する合法的な方法がなくなった。北米でメジャーなアニメレビューサイトであるアナメヌスネットワークでは、脚本も演出も声優の質も高いが永遠にうじうじした主人公が、 視聴者を苛立たせる点がマイナスと評価されている。ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール対ベトナム、インドでもアニマックスの現地法人でそれぞれ放送されている。台湾アニマックスでは中国語吹き替え版と日本語オリジナル版が放送されている。日本語版は主に深夜。各種アニメ雑誌とグッズを中心に展開。イベント DVD。 DS 専用ゲームソフトについては、口述を参照。一般向け書籍女性向け書籍、コミックマーケット 72TBS アニメフェスタ2007-2007年8月11日、12日に、文京シビックホールにて開催されたイベント。ゲストは、大英翼、中村雄一、早見り沙の3名。大きく振りかぶって俺らの夏は終わらない、出演声優によるイベント。 司会は日本放送アナウンサーの吉田久則。名場面集ビデオで始まる。会場では大きく振りかぶってマスコットフィギュアスペシャルパッケージが先行販売されアニメートグッズも同時に販売された。グッズ販売会を除いた後半部分は後に DVD 化された。アニメート各店では予約特典として DVD 特典。 DJCD の未収録分、DJCD、西の浦高校放送室延長戦がつくほか、後日宣伝ポスターとポストカードの配布イベントの引き換え券が渡された。DVD ではカットされているが、宮野守のビデオレター出演に加えて、樋口朝がゲストとして、ステージに上がった。主なコーナー TBS アニメフェスタ2010-2010年8月7日、8日に、 文京シビックホールにて開催されたイベント。ゲストは、大英翼、中村祐一、早見里沙、水島つとむ監督。その他、イベント舞台、大きく振りかぶってというタイトルで、2018年2月2日から12日に、サンシャイン劇場にて上演された。脚本、演出は、演劇集団キャラメルボックスのなる豊。舞台版、 第3弾となる新作、大きく振りかぶって、秋の大会編とのダブルヘッダー特別公演と、名打ち、2020年2月14日から2月24日に、公演会を分けて、サンシャイン劇場にて再演された。再演のキャストは、秋の大会編を参照。出演舞台、大きく振りかぶって、夏の大会編というタイトルで、2018年9月6日から9月17日に、 サンシャイン劇場にて、9月28日から9月30日に、梅田芸術劇場シアタードラマシティにて上演。脚本、演出は、初演に引き続き、演劇集団キャラメルボックスのなるいゆたか。出演舞台、大きく振りかぶって、秋の大会編というタイトルで、初演の再演とのダブルヘッダー特別公演と銘打ち、2020年2月14日から2月24日に、 講演会を分けて、サンシャイン劇場にて上演。脚本、演出は初演、夏の大会編に引き続き、演劇集団キャラメルボックスのなるいゆたか。出演リダイレクトカテゴリーを大きく振りかぶって夏の大会編に関するカテゴリー。ありがとうございます。